どうも山際です。今回の動画はスイス航空のビジネスクラス搭乗レビューということで動画をお届けしていきます。で今回ですね、世界一周航空券5本目のフライトになります。ニューヨークからスイスに行きます。はい、大体ですね、搭乗時間が8時間ちょっとですね、あるようなので、じっくりと、長距離フライトになりますのでじっくりと楽しみつつ、動画でもですね、どんな機内の様子なのか、食事なのか、またラウンジの様子もですね、しっかりと動画に収めていきたいなというふうに思っています。それでは動画お付き合いください。早速チェックインしていきたいと思います。で今回ニューヨークからスイスチューリヒ行きのビジネスクラススイス航空で、事前にネットでいくらなんだろうっていうふうに検索してみたらですね、なんと片道70万ぐらいしたんですよ。これなかなか現金じゃいけないですよね。まあ、いかにこのマイルで行くその特典航空券の、なんていうんですかね、価値の高さ、コスパの良さっていうものをひしひしと感じさせられた今回フライトでございます。無事にチェックイン完了しました。保安検査場抜けて今からラウンジに向かいます。今回こちらのスイス航空のラウンジです。ファーストクラス、ビジネスクラス、もしくはスターラインスゴールドメンバーが利用できるラウンジとなっています。今回こちらのラウンジだいぶ空いておりました。本当にガラガラです。はい、このように飛行機を眺めながら楽しむことも可能でした。でちなみにオメガの時計がドドンとでかくあったりします。で食事もですね、ドリンクもかなり豊富で、ゆっくりと楽しむことができます。ただビジネスクラスに乗る際はほどほどにしておかないと機内食を楽しめないので、まあ、どっちを取るかいつも悩ましく思っているところでございます。今回は、サラダ中心にいただきました。メガネとかジュエリー、ジュエリー、指輪とかね、お掃除できるやつがあります。あとマッサージ屋さん多いね。うん、マッサージ屋さん、寿司、弁当。いや、ニューヨークのジョン・ F ・ケネディ空港はこういう風に飛行機が結構見えるからすごい楽しいですね。いよいよ機内です。さあやってきました。今回は 5A なのでこちらの座席になります。で奥に行くと今回はファーストクラスの座席になります。全然違うね。はい、まあ、座席はちょっとなんかこのデザインがちょっとシックというかクラシックな感じがしていますね。はい、こちらおなじみのコンセント、イヤホンジャックがあって読書灯ですね。なんかすごいグネグネ動くのがいいですね。でこちらがシートの調節コントローラーです。マッサージ機能もついてるみたいです。はい、でこちら今回 5A の座席なんですけども、飛行機の機材がエアバス、まあ、A の330の300という機材です。すごいなと思った点がですね、ハンガーがついています。果たしてこのハンガーはどこにかけるのかという問題が あるんですけども、ここか、コートフックか、コートフックにこうかける感じなんですね。ハンガーがついてる、これはなかなかお目にかかれないやつじゃないですかね。はい、で、モニターがあってその下に、ちょっとした収納ボックスがあるんですけども、ミネラルウォーターと今回のアメニティグッズのケース。やべえ、何も書かれてない。あ、なんか スイスのマークがあるぐらいですごいシンプルな作りになっています。それから、はい、こちらノイズキャンセルのヘッドホンですね、ついています。こちらに USB のケーブルが差し込めるようになっていますので、スマホの充電もできるようになっています。でアメニティのケース開けてみたんですけど、ちょっと思った以上に可愛いですね。アイマスクと歯ブラシセット、リップクリームと、こっちなんだろう、あ、はい、耳栓ですね。あと靴下、うわー、かわいい。足元はもちろん広々、足の短い僕、あ、すみません、足の長い僕でもなかなか届かないですね。なんかんだやってるうちにウェルカムシャンパンいただきました。はい、機内に入ってからだいたい5分から10分ぐらいしたらですね、このようなメニュー表が配られます。
こちら朝食、今メニューの欄になってるんですけども、好きなものにチェックボックス入れると、それに応じて朝食がいただけるというようになっております。はい。まあ、こういうふうにチェックつけて、ご飯を持ってきてくれるっていうのは、すごく楽ですね。どうした？テンダーロインって書いてある。ステーキ食べれるね。よかったじゃないですか。ステーキかな、これ。朝食のオーダー表の下にはですね、ちゃんとしたメニューブックとしてですね、冊子型のメニューが入っておりました。でかなりですね、このクオリティの高さに驚きましたね。お金かかってるなという風な印象です。はい、次に冷たいおしぼりです。はい、でこちらモニターですね。まあ他の航空会社とそんな大きく変わる点はないです。正直言って、普通に映画見れたり音楽見れたりっていう感じですね。で座席のテーブルがちょっと変わっててっていうか、ちょっと特徴的だなと思いました。ボタンポチッと押すとこの机がスッと出てきてですね、折りたたみ式のテーブルになっていました。ニューヨークからスイスチューリッヒへのフライト始まりです。いつかはエミレーツのビジネスファーストクラスにも乗ってみたいななんていうふうに思いますね。スイス航空機内の機内誌です。表紙には有名時計メーカーのブライトリングですねがデカデカと書かれておりました。まあ、スイスの時計会社なんでしょうね。ちょっと時計のことはよく詳しくないんでわかんないんですけども、かなりブライトニング全面的にこうアピールされた機内誌の作りになっていました。こちらがデューティーフリーの、まあ、メニュー表ですね。メニュー冊子といいますか、いろいろと載ってあるのは結構この、まあ、ビジネスチックなものが多かったりするんですけども、特にやっぱりスイスは時計の国なんで時計が本当に盛りだくさんという印象を受けましたね。その国柄っていうのがやっぱり出てくるなというふうな感じでしょうか。マダムどうですか今のところ。良きな感じです。来ました、ディナータイムです。間違いなく今回の目玉は分厚いステーキなんですけども、まさかのメニューが丸かぶり、はい、まあこうなっちゃうよね。こうですよね。こうなっちゃう。いただきましょう。レアじゃない。はい、ちょっと食べてくださいよ。これちょっと刻んで大事に召し上がってください。いやもう見てるだけで進むわ。ニューヨークでステーキ食べなくてよかったね。このレアのステーキ柔らかくて本当に美味しかったです。飛行機に乗ってて一番好きな眺めですね。こう夕日が沈んでいくところを見るっていう。チョコレートは来ないかな。チョコレートも美味しかったな。このスイスならではのスイスチョコレートとパッションフルーツチーズケーキだって。これはどんな味なんだろうね。パッションフルーツチーズケーキ、機内食のレビューしてる女性っていないからさ、多分見てるのは、多分このチャンネルは見てるのは男性、ほとんど男性なんだけど、でも一部
女性の方も見てくれてるから、結構その女性側の視点からのレビューって大事だと思うんだよ。なんかすごい高級感があって、なんか女性には超いい量でした。ああ、そういうの欲しい、そういうの、そういうのいいね。そういうのいい。普通に美味しい。あの男性には若干の物足りなさがあるんですけど。ステーキ最高だったね。でも他のメニューをちょっと頼んでみたかったな。ステーキがあのクオリティで来るってことは他のやつも結構 ね、いいクオリティで来るはずだから。チョコレート選ぶと思わなかった、ね、いやあれはすごかった。嬉しかったね。わざわざ見せてくれる。いや多分ね、なんかね、俺なんかで見たんだけど、その飛行機に乗った時は CA さんがなんか構いたくなるような振る舞いをすると結構そういう風にやってくれる。だからこれで写真撮ってとかリアクションをよくするとかやってるとね、なんか結構ね、ちゃんとしなきゃって思っちゃうから。いや逆らしい、逆らしい、普通にしてて逆らしい、わーとかって言っといた方がいいらしい。あの想像の斜め上を行くチョコレートだね、これね。これすごいね、この人。なんか普通になんかトロトロじゃん、なんかジュースみたいに。これがチョコの、チョコなの、うん、このエキス。いや、お酒。お酒すごい、強い強い。スイスチョコレートに完全にやられてるじゃん。食事を終えたところで、このフルフラットになるシートですね、全部倒して、就寝に入ります。朝食です。今回は軽めにしました。と言ってもいろいろと自分で選べるタイプでした。今回はクロワッサンと果物とヨーグルト、それからカモミールティーをお願いしました。なんかいっぱいあるね。飲み物ジューシー、なんかコーヒーもなんか、うん、間違えて消したけど、あのつけてくれ。いただきます。帰り際にサプライズで。何もらったの？チョコレート。スイスで有名なチョコレート売ってたね。マジか、これはありがたいね。ありがたい、すごいね、めっちゃ嬉しい。いや嬉しいね。だろうね、見渡しても。チョコレートを SNS でやっぱ子供のように生きるって大事だよ。お、これね、スイスの飛行機の飛行機のチョコレート。すげえな、すげえな。高そうだね。今回のこのスイス航空のビジネスクラスですね、本当に快適に過ごすことができました。スイス航空の皆さん、本当にありがとうございました。最後に少しファーストクラスの座席を見せてもらってます。すごい、やっぱり格が違うね。4席ですね、配列が4席です。121の4席です。次はこっちかな。無事にチューリヒ空港に到着しました。かなり空港きれいめです。ね、きれいだね。なんかおしゃれなモダンな、うん、コンクリートの内壁ってなかなか確かにないかもね。今回はライバーにラウンジにいます。今回の感想はいかがでしょうか？はい、今回もすごい、なんかスイスがもうすでに好きになりそうなぐらい良かったです。チョコもらったからでしょう。はい、 いやそうじゃなくて飛行機の感想で。飛行機の感想はなんですかね、なんかエアカナダに最初に乗ったので、エアカナダと比べるとちょっとあの、なんだろう、品数とか少なかったしサービスも少ないかなという印象が、あとあの寝心地もエアカナダの方が私は好きでした、うんうん、どうですか？そうだね、あと飛行機自体もちょっと若干古さを感じたところはあったんですけど、まあ、ただあのその質の部分でいうと高いのかなと、数は少ないけど質は高いのかなというふうな印象を受けました。まあ、ただと多分ビジネスクラスの
座席数も多かったし、あとファーストクラスの座席もあったんで、その分多分 CA さん の, その手が細かいところまで回らないとかっていうのもあるんじゃないかなとひょっとしたら思いました。はい、という感じでございます。でもとにかく最高だったね、最高だった、はい、ということでまた、動画をお届けしていきたいと思いますので楽しみにしていてください。またお会いしましょう。